向井治向井治は日本の俳優。神奈川県横浜市出身。ホリエージェンシー所属。妻は女優の国中良子。二人兄弟の次男。両親は関西人で、父親の職は自営業。母親は元英語教師。わがままで生意気でサッカーなどのスポーツばかりしている少年だったという。大の動物好きで、 それが講じて、獣医師を目指すようになっていた。一郎後、明治大学の学部生命科学会進学、大学時代は遺伝子工学を専攻。鶏オボアルブミニ遺伝子を、エストロジェンに応答し、ランカン組織においてのみ、活性化させる、コントロールエレメントの決定という研究で、第29回国際動物遺伝学会議、ベストポスターアワードを迎えを含めた、 数名の研究メンバーで受賞した。学生時代にアルバイトとして、東京、渋谷区のカフェバーでバーテンダーを務める。バーテンダーとしてのプロ意識も強く、そのレパートリーは500を超えていたという。大学4年生の時に、大学院進学か就職かで迷っていた時に、そのカフェバーを経営している会社から就職を勧められ、大学卒業後カジュアルなバーに社員として就職。 後に店長を1年間務めた。向井のバーテンダー歴は延べ6年に及び、老舗のバーでの勤務経験もある。バーテンダーとして勤務中、東京、表参道でイケメンとして取材を受けた写真が雑誌、東京グラフィティに掲載され、同誌のイケメンランキングで4位となった。雑誌に掲載された写真を見た、ホリエージェンシーの女性マネージャーにスカウトされ、芸能界入りする。 芸能界は最初、人見知りを直すために入ったという。2006年、ミニッツメイドの CM で芸能界デビュー。2008年10月4日の単発ドラマ、ママさんバレエで捕まえて、で、黒木瞳演じる、主人公、鈴子の一回り年下の夫、孝太郎役として、準主演。2009年7月、マガジンハウスの女性誌、アンアンで、オールヌードを披露した。 後にこのルードを母親から最初反対されていたことや、自身も最初はあまり乗り気でなく芸能界に脱がされたと感じていたことを明かしている。2009年10月、傍聴マニア09、裁判長。ここは、懲役4年でどうすかで、主人公、北森夫役を演じ、ドラマ初主演を果たした。2010年、連続テレビ小説、ゲゲゲの女房では、ヒロインの夫、 村井茂役を演じた。2011年の大河ドラマ、孔姫たちの戦国では、主人公、孔の夫、徳川秀忠役を演じ、時代劇デビューを果たした。2014年10月25日をもって、2006年11月から8年間続けてきた、自身のブログを終了したと報告。2012年1月期放送のドラマ、ハングリー。 での共演を機に交際していた女優の国中良子と2014年12月に結婚予定と同年11月21日に報じられ、対案の12月28日に婚姻届を提出して結婚した。2015年4月20日に国中の第一子妊娠を発表、同年9月30日に向井国中の双方所属事務所の公式サイトを通じ台、 一子となる男児が誕生したことを発表した。具体的な出生日は明らかにされていない。2017年9月25日に国中の第二子妊娠を発表。翌2018年第二子が誕生。ありがとうございます。